はい、皆様こんにちは、ニュージーです。私以前パワハラを受けておりまして、パワーハラスメント、パワハラ、皆様もねそういった経験ございますでしょうか。パワハラ、その上司はねもういませんけども、当時はひどかったですよ。本当にもういろいろありますけども、上司からね仕事を振られて、部下はね、私当時部下ですけども、その人の上司で部下、まあ仕事振られてね、その指示をするのは普通の流れですよね。指示を受けたら部下がその仕事をすると。当時もね指示を受けたんで、その業務をしてました。そしたらね、まあその時はね何もなかったんですが、後日まあまた別の指示をね、その上司から、パワハラ上司から受けまして、その時にね言われましたよ。お前は金魚の糞みたいに俺の後ろをついてきやがってみたいな。えって感じでしょ。だってまあ上司から仕事を振られて、部下はその仕事をするわけですから、そのことを金魚の糞って言われてもね、たまりませんよね。お前は金魚の糞みたいだなと。なかなかでしょ。部下の業務に対してお前は金魚の糞と。わかりますかね皆さん、その金魚の糞っていうどんなものか。金魚ってうんこ、糞をしたらこう、なんていうかな、これが金魚とすると、金魚が糞をしたらこうずっとね、こう金魚の糞ってついていきますよね、こうウィーッと。だからもうお前は俺の金魚の糞かということですよね。なかなかでしょ。他にもねそういう金魚の糞って言われた方いらっしゃるのかな。あんまいないと思うんですけどね、金魚の糞はもう名言ですよね。それは本当パワハラでしたね。お前は金魚の糞だと、よろしく。